今シーズンコンディション、全体的なコンディションとしてはいかがですか、個人の。プレシーズンから怪我せずに、基本毎試合90分で出てますし、コンディションはいいなと思います、はい。森田さん、試合中も基本長袖を多分着られてると思うんですけれども、何か理由あるんでしょうか。僕が1年目の時とかに、佐藤雄平選手とか、井上志音選手とか、ちょっとかっこいい選手が長袖を着てて、長袖いいなって思ってたんですけど、なんかいろんなルールみたいなのがあるらしくて、まあ、そんな簡単には長袖は着れないと。で、今年入ってから、長袖に着たいんだけど、いいですかって言ったら、いいよって言われたんで。念願の長袖ですね、はい。念願の長袖を着て、迎えているシーズン、ちょっと気持ち的に違う部分があるんですか？ないです。あ、ないです。暑いだけです。はい、ありがとうございます。今季マップロになって初のキャプテンになりました。指名された時はどんな心境でしたか？いやー、もうびっくりしかないです。うんうんうん、まあ年齢もありますし、まあ自分より上の選手でキャプテンシー持ってる選手もたくさんいますし、あんまりキャプテンっぽくないと思われてるんですよ、多分周りの人からは。自分の中ではやっぱり梶川選手みたいな、本当に練習中もグラウンドですごいみんなに声出してみたいなのができる選手かなと思ってたんですけど、僕はそういうことをあんまりしてこなかったですし、基本あんまり喋らないタイプなので、まあ自分が思ってるキャプテン像とはちょっと違う、自分は違うかなと思ってたんでっていう感じですかね。先生、そのどんな経緯で指名されたんでしょうか？急にですね、はい。まあ、監督に呼ばれて、最初谷口博人とマテウスと僕が呼ばれて3人で、そしたら僕がキャプテン、お前キャプテンやれみたいな感じで、ユースの時とかはキャプテンやってましたけど、まあ、また全然プロは違いますし、まあ、いろんなものを背負う中で自分がやれるのかっていう不安がすごいあって悩みましたね、はい。新体制の時ですかね、キャプテンとしてのこう挨拶の中で、まあ、背中で引っ張っていきたいというようなこともあったと思うんですけれども、まあ、僕自身自分の中でやっぱり声を出すこともやってますけど、プレーのところでやっぱりチームを引っ張れてるのかなっていう部分では僕は、今のところ引っ張れてると思いますし、その感触はありますね、はい。リーグ戦も終盤に差し掛かっていますけれども、ここまでのキャプテンとしての手応えというのがあればお伺いできますか？まあ、僕一人がというよりやっぱりいろんな人に支えられて今できてるんですけど、引っ張れてはいます、いる感覚はあるんですけど、まだまだ引っ張れるかなというのを自分の中で思っていて、まあ残り試合数少ないですし、本当に、何ですかね、1位、2位、3位、4位まで、まあもっと下もそうですけど、勝ち点差も詰まってますし、この何試合かで、どこが自動昇格圏に上がって、プレーオフ入って、落ちて、みたいなのあると思うんですけど、チームとして目指しているのは自動昇格圏なので、あそこを目指せるようにというか、まあそこに入れるように、また、より一層こう引っ張っていく気持ちを出せればなと思ってます。東京ヴェルディはさっきまで13年間の最高成績が5位という順位なんですけれども、現在のところ、その先ほども出ていたように、自動昇格圏内、今4位というところについています。この現状について、チームの現状について率直にどう感じていますでしょうか？僕はすごい、今年はチャンスだと思っていて、こんなに自動昇格圏に手がかかりそうな時は、まあ、ここ数年見てもそうですけど、なかったですし、もう本当に2位とも勝ち点3差とかで1試合差なので、
今年はすごいチャンスかなと。うまくこうチームとして崩れずにやれてるかなと。やっぱベースの部分でしっかりしたものがあるので、新しい選手が入ってきたり選手が出てってしまっても、そこチームの土台が崩れないので、やっぱりそこが僕は要因というか、今の順位につけれてる要因かなと思います。もちろん入った選手のクオリティの部分もありますし、うん、けどやっぱり一番はそこかなと思います、はい。まあ、攻撃面、守備面というところを具体的にお伺いしていきますと、まず守備面ではここまでリーグ最少失点、まあ、禁止という言葉が似合うチームになっています。禁止というのは森田選手の目からはどういうふうに感じていらっしゃいますか。監督がこうチームコンセプトとして挙げているリカバリーパワーとかボックスアウトとか、そのペナルティエリアに入れさせない、入られても早く出すっていうのをやっぱり去年からずっとやってきてるので、まあ、そこがうまくできてるかなと思います。あとはまあセットプレーで点取られてないのもそうですし、あまり崩されて点を取られてるっていう感じではないので、うん、そこが要因。攻撃面というところでは、まあ、リーグというところでは中堅の7位に位置してますけれども、攻撃面はどのような手応えというところでいかがでしょうか。まあ、チームとしてはまだ物足りないかなと。得点の部分やっぱり自動昇格圏に入るチームは、まあ、失点数もそうですけど得点もしてると思いますし、まあ、その部分でまだまだ足りてないかなとは。そうしますとまだ課題の方が多いかなという感じでしょうか。まあ、チームとしての完成度は高まってますし、雰囲気もすごくいいんですけど、まあ、難しいところなんですけど、勝ち切るところっていうのはやっぱりそういうところも僕が引っ張っていくところだったり、自分が試合決めるところもそうですけど、そういうところも少なからずあるかなとは思ってるので、今年入ってからなかなか得点っていう結果も僕は出せてないですし、うん、そういう部分でもまだまだ引っ張れるかなと思います。その中でやはり攻守に欠かせないのが今季アンカーで入っている森田選手だと思うんですけれども、個人のプレーで意識している面というのはありますか。まあ、バランスを取ることを今は一番意識しています、ね。まあ、攻撃もそうですけど、どちらかというと僕は守備のところを意識していて、セカンドボールだったり真ん中に入ってきたボールをしっかり刈り取って前につける部分だったりっていうところ、まあ、そこがうまくできている試合ってやっぱりチームとしてもいい試合というかいい流れで試合ができていると思うので、そこは意識してますし、まあ、攻撃の部分でもやっぱビルドアップっていうところで、まあ、チームとしてやってますけど、キーパー含めてやっぱりディフェンスライン4枚と、あとアンカーの僕がやっぱりボールの出どころになるので、まあ、そこは意識してというか、うまく回るように、やっぱりチームとしても僕含めて話し合いというか、いろんなこうした方がいいんじゃないかな、ああした方がいいんじゃないかなっていう話し合いもできてますし、自分がチームの中心というか、っていうのは意識してます。ここ最近の試合を見ていますと、よりボックスに入っていこうとする意識といいますか、もう見えるかなというふうに思うんですが、そうです。今まで結構バランスを取りすぎているというか、後ろに人数は余ってるけどバランスを取ろうとしてやっぱり危険なところに入っていけなくて、本当は入ったらチャンスなんだけど入れなかったっていう場面がやっぱり僕も試合を見直して結構あったので、そこはリーグ中盤ぐらいから意識して周りを見ながら入れるときは入れるようにしてます。影響を受けたフットボーラーって誰かいらっしゃいますか。まあ、お手本としているフットボーラーと思うんですけど、まあ、でも影響を受けたのはロナウジーニョとかですかね。あまり僕
今もそうなんですけど、サッカーの試合全く見ないんですけど、70年後バルセロナにいた時の試合はすごいテレビに釘付けになって、こうプレーを見てて、テレビで見てても同じようなボール持ったらワクワクするなみたいなあって、僕も今もそうですけど、やっぱそういう選手でありたいっていう気持ちがあるので、やっぱ同じようかなと思います。あの森田選手ジュニアユースに入ったのは小学3年生の時でしょうか。そうですね、はい、はい、小学3年生でジュニアに入りました。はい、その時からずっとこうヴェルディでプレーをされてきていて、まあ、その小学3年生がまさに2009年、あの J2 に舞台を変わった時からということになります。だからそこからやはり15年間 J1 に行けていないという現状の中で、今季そのチャンスというふうに捉えている現状があります。J1 の思いというのも伺いできますでしょうか。僕はあまりその以前のことは知らないんですけど、やっぱり OB の方だったりっていうのが、やっぱコーチにもいて、ラモスさんとかも来たりして、やっぱりヴェルディはこうだったんだよっていう話をされるわけで、それを聞きながら僕たちはやってるので、やっぱり G1 に戻さなきゃいけないっていう気持ちはありますし、でもやっぱりずっと J2 にいるっていう、現実があって、やっぱり J2 にいると、まあ、あのユースからいい選手がトップチームに上がってもなかなか J1 に上がれずに、やっぱステップアップで出てっちゃうっていう面もあって、やっぱそこが悔しいというか、うん、J1 にいればその人たちはいたかもしれないのにとか、多分誰に聞いてもJ1 にいたらヴェルディに残りたい選手がやっぱりほとんどだと思うんですよ。僕は、僕もそうですし、そのヴェルディの良さってやっぱみんなすごい純粋にサッカーを楽しめる人が多くて、いい意味で真面目じゃないというか、プレーにも遊び心があって、まあでも勝負には真剣で、すごい、まあ、みんな負けず嫌いで、負けたら泣いちゃうやつも多くて、もちろんうまいし観客を魅了することもできるけど、勝ちたい思いは人一倍持ってて、泥臭いプレーもするっていう熱いところも持ってるっていうのが、僕はこのチームというかヴェルディの良さだと思ってて、やっぱり伝統のあるチームですし、まあ、昔から僕とかもそうですけど、やっぱちっちゃい時からこのエンブレムをつけるってことはどういうことかを考えろっていうふうに言われますし、 J1 に戻したいっていう気持ちは強いです。最後に終盤戦に向けて意気込みをお願いできたらと思うんですが、残り試合少ないですし、 J1 に上がるためにはもう勝つしかない、結果にフォーカスして、この数試合というか最後までできればいいかなと